はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、武蔵屋さん食べ比べ3店舗目ということで、訪れますのがもう1年前ぐらいかな、もう一度動画でね来ているんですけれども、なります本店さんでございます。以前ねお伺いして以降、こちらのなりますの方には武蔵屋離れという別店もねできまして、本格的にこのなります本店になったこちらのお店さんなんですけれども、前回はねもう本当に美味しく食べるだけというところで、味のねこの説明なんかは詳しくはできていなかったので、今回はね改めてこちらのシリーズで感想なんかもねお話しできればいいかなと思っております。今日ももちろんいつも通り普通のラーメンをいただいた後に特製トッピングをさらにカスタマイズして好き放題ね食べていこうかなと思いますので、早速店内に入って食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、なりますと本店さんの店内に入ってまいりました。早速ね皆さんと一緒に券売機を見ていこうと思います。なります本店さんの券売機はこんな感じでございます。まずはねお店がおすすめする左上、これはミニ装備フル装備と、まあ、いわゆる特製トッピングでも乗ってるねちょっと量が違う、内容が違うものなんですけども、その横にラーメンやチャーシュー麺、下の方にはほうれん草ラーメン等もございますが、ひとまずはね、ラーメンで、ちょっとね涙と足んないんで中で注文していきましょう。 よしこれでよし注文完了でございますね。もちろんねこちらの武蔵屋さんも家系でございますので、麺の硬さや味の濃さ、油の多さなんかも選べますので、ここからですね皆様のお好みでオーダーしてください。もちろんね僕の方は一発目なので、何も調整せずに、全部普通でね注文していきたいと思います。でこちらのね武蔵屋なります本店さんでも、他のね武蔵屋さんと同じようにライスがねおかわり無限で無料ですので、ぜひねラーメン食べる際はご飯と一緒に食べてみてください。ということで、ただいまですね1杯目のラーメンが到着いたしました。もうねこんな感じで絶対うまい見た目でございます。早速ねこちらをいただきたいと思います。いただきます。もうひとまずこのスープからですね。うわうわうまっ、うわパンチあるな。少しね食感がザラッとするぐらい強い熟成した骨感に、いい感じのこの醤油の香りと、このスープたまんないですね。本当にねイメージにあるザ・武蔵屋さんって感じのスープでございます。濃厚。そしたらもうこちらの麺いっちゃってもいいでしょうか。うまいね、絶対うまい。あ、これだよな、これだ。この濃い濃厚なスープに麺が合うのよ。これもさ、これライスに乗せていっちゃいましょうか。うん、うまっ、うまっ。いやこれなんだよな、もうちょっとこれ我慢できないんで、海苔とこのねほうれん草をしっかりと行きまして、これ麺と一緒にくるんでいかがでしょうか。うわぁ、ありがとうございます。またお越しください。どうも、いってらっしゃい。いってらっしゃい、お気をつけて。ちょっとね今このラーメンにライスが合いすぎて、一口ねこうすった後にライスね普通盛り2分の1一発でいってました。つまりライス始まってからね2口でこれもう完食です。先ほどねお話ししたようにライスもおかわり無料ですので、早速これ追加で注文していきたいと思います。ということで、次のライス到着したんですが、今回は大盛りで注文させていただきました。大盛りにしますと、まあ、普通盛りのほぼ倍ぐらいの量が来ますので、皆さんがねご注文される際はちょっとお気をつけてね、意図相談しながら注文してください。あともう1杯目は言うことないな。
もちろんね、ライス用のこのカッパも無料でありますんで、こちらもね、よいしょ、ライスに追加させていただきまして、これ卓上にね、ご飯にも合うようなこの一味の醤油漬けがあるんですよ。なのでこちらもね、惜しげもなくこれライスにかけまして、2杯目ライスはご飯だけじゃなくて、まあ、こんな感じのセットでね、食べていこうと思います。でこれ本当にこの一味だけでご飯が進むぐらいうまいので、ぜひね、なります温泉さんに来た際にはライスとともにね、この一味漬け試してください。うまっ。ちょっと自分の動画を自画自賛するわけじゃないけど、本当にこの武蔵屋さん系列のシリーズ、自分でね、夜とか編集してるとめちゃくちゃ腹減るのよ。こんだけね、美味しいを伝えて、こんだけこの味とか系統も伝えた後に食いたくないって思う人はいないと思う。これマジでね、食べに来てほしいわ。ということで、ただいまですね、こちらラーメン、中とライス完食いたしました。もちろんですね、これだけでは僕は足りません。この後ですね、好き勝手に自分好みにね、カスタマイズした一杯を食べていこうかなと思います。でこちらダニマス本店さんでは、背脂なんかも無料でトッピングができますので、続いてのラーメンはこちら背脂トッピングして食べていこうと思います。今ちょっとね、2杯目待ってる間に、まあ、ちょっとサービスということでですね、このチャーシューいただいたんですが、なります店限定でこの卓上にお肉に合うね、自家製ダレがあるらしいので、後ほどちょっとこれをかけてライスと一緒に食べていこうかなと思います。これとライス食べたい方はぜひ券売機の方に俺のチャーシュー丼ってものがありますんで、それご注文いただいて、なりますの自家製ダレかけていただけると、まあ、同じくね、楽しめると思います。ぜひお試しください。その他にもですね、このなります店さんでは、まあ、先ほど食べたね、あの武蔵屋さんのよくあるあれと、一味の醤油漬けやチャーシューや卵なんかも持ち帰りがありますので、ぜひね、ご自宅でも食べたいって方はテイクアウトも試してみてください。ということで、ただいまですね、本日2杯目にいただきます。こちらですね、フル装備の中にほうれん草や海苔、こちらも追加でトッピングさせていただきました。そしたらね、早速こちらいただきたいと思います。今までね、このなりますさん食べた感想、本当に醤油の旨味とか風味、スープの濃度、これがすごく乗ってるので、柔らかい麺の方がすっってくれて、実は合うんじゃないのと思いまして、今回はね、麺やわめで注文いたしました。やわめの麺はこんな感じでございます。まあ、ちょっとパッと見はわからないけど、まあうまいのは確定ですから。そして背脂が入ったスープはこんな感じ。またね、チールだけじゃない、油ってところがいいよね。スープからいっちゃいましょうか。うまっ。先ほどのね、濃くて強いガツンとしたスープに背脂のまろやかさが加わって、口当たり優しいし、背脂めっちゃうまいわ。うわ、これうまっ。とにかく海苔多めに頼んでるんで、惜しげもなくさ、海苔とほうれん草がガツッと使って
チャーシューもくるんで、この最高の一口の組み合わせでいかがでしょうか。めちゃくちゃうまそうだな。うまっ。この辺りで先ほどねご紹介させていただいたこのチャーシューを使って、これをこうするわけですよ。うわー、この見た目だけで間違いなくうまいね。うまっす。うまっ。結構ね、コチュジャンのような唐辛子系のしっかりとした辛みにほんのりとした甘みっていうのかな、辛めのビビンバというかそういうようなタレになってるので、それはもちろんさ、こうやってちょっとほうれん草も乗っけちゃって、でもスープも浸した海苔も入れますよ。そしたらここに最後軽くこれね、スープをかけまして、家系風なりますビビンバ丼いかがでしょうか。もうこんなのは食う前からうまいのわかんのよ。これほんとまさしくね、家系風ビビンバの名にふさわしいこのセルフ丼、ぜひで皆様もお試しください。うわうまっ。もうこれ米も止まんないし麺も止まんないしで無限ですね。なりますさんに来るのはもう1年ぶりぐらいだと思うんだけど、もっと来たいわ。もっと頻繁に来たい。本日ですね、こちらの味玉がラストでございます。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、なります本店さんで美味しいラーメン食べてまいりました。動画の中でもいろいろとお話をしましたが、やっぱりね本当に美味しい一杯がいただきました。で最後のね総評といたしまして、まず油ですね、こちらはプラス1ぐらいかな。もちろんね液体油、香味油、鶏油ですね、しっかりあるんですけれども、それよりかはやっぱりスープと返しが強かったので油は1とさせていただきまして、返し感につきましてはこれもね強めに2.5 ぐらいで、スープが濃厚に2かな。もちろん正直なところね、スープの濃厚さに関しては本店さんにも負けないぐらい超度濃厚なんだけれども、本店さんのスープよりもちょっとね背柄、いわゆるお肉の出汁、旨味っていうのもしっかりと強めに残っているスープだったので、濃厚なんだけれどもどこかねフレッシュさ、さっぱりさも残るスープでした。その分ね醤油の強さは本店さんともほぼ変わらずではございますが、実質ね食べてみると強めというわけではなくて醤油
醤油の香りがしっかり立つようなうまいスープ、ちょうどいいバランスの一杯になっておりました。おそらく見た目だけで言ったら食べてない方からすると、中野の本店さんも成増のお店の方も見た目的には似てるんだけれども、実際食べてみるとどこを重視して作ってるってのが全然違うので、ぜひね皆様もご自身の舌でこのねスープの違い、スープの良さっていう部分を楽しんでみてください。いや今日は大満足、てか今日も大満足。もちろんですね、今撮影が12月なんですけど、年内にねもう一件武蔵屋さんの撮影も決まっておりますので、今後もですね順次武蔵屋さんシリーズ、食べ比べシリーズやっていきますので、気になる方はですねチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、概要欄の方からチェックしていただいて、僕のね動向を追っていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。